こんにちは、あやチャンネルのまみです。ここはね、名古屋市にある名城公園というところです。この日はね、ワンコフェスがあったので、公園内にはね、たくさんのね、ワンちゃんたちがね、来ていましたよ。でね、会場に行く前からね、たくさんのね、ワンちゃんたちに、うちの子たちもね、ご挨拶、できました。怖がりなね、アクアもね、珍しくね、ほら見て挨拶できてますよ。ダイヤ君、こんにちは、できる？さあ、ナイト君、実はね、こう見えて社交的なんですよ。ドッグランではね、もう全然ダメなんだけどね、こうやってやっぱりつながれてると安心感があるのかな。いろんなワンちゃんにね、ナイト君はね、積極的に自分からご挨拶に、行けます。はい、こちらダイヤ君が今度ご挨拶できてましたね。はい、やっと会場に到着しました。はい、こんにちは。ここはね、そんなに広い場所ではなかったんですが、とにかくすごい人でしたよ。名城公園っていうのはすごく大きい公園なんですね。ただここのマルシェをね、イベントをね、やっていたこう場所っていうのがね、そんなに広くはなかったんですね。ダイヤ君、プードルさんにご挨拶できましたね。お利口さん。はい、今回はワンワンダーマルシェです。もうやっぱ名古屋だからなのかな、市内だからかな、すごい、人ですね。はい、こちらはね、ジュエルを保護してくださったレビューママさんのブースになります。まあね、今回もレビューママさんがね、ブースを出すっていうことだったので、私たちもね、お天気も良かったのでね、ちょっと行ってみました。さあ、美味しそうなお店が並んでますよ。はい、私たちね、実は会場に到着したのがお昼過ぎだったんです。なのでお昼ご飯食べてなくって、もうすごいお腹ペコペコ。ダディはこの、ステーキ屋さんでステーキを買っておりました。ほら見て、美味しそうでしょ。私もね、少しもらいましたよ。さあ、ナイト君、またご挨拶できてます。これからがね、子供たちの時間です。さあ、試食タイム。さあ、ノエル、それからナイト、ボイルしたね、牛すじをいただいております。さあ、ジュエルさんももらいます。これね、とってもね、柔らかくてね、みんなペロリと、食べてしまいました。コラーゲンたっぷりのね、牛すじです。こちらはね、ドライの、牛すじになります。結構ね、ドライにするとすごくね、硬いんですよね。いけるかな、食べれる？はい、硬いの食べれるかな。もちろんノエル兄さん、硬いのはあんま食べれなくって、この柔らかいね、ハンバーグの方をもらいましたよ。やっぱ柔らかいからペロリと、食べてしまいました。皮付き軟骨バーグになります。ノエさん、次もまたくださいと待ってますね。よかったね、いっぱいもらってね。ジュエルはね、硬いの頑張ってるよ、食べてるよ、頑張って、なかなか食べれないけど、ナイト君も頑張ってる。でもナイト君はね、硬いのね、大丈夫だからね。ノエルは
もう硬いの食べれないから。はい、こちらは柔らかい豚のジャーキーです。はい、またもらえるのかな。ノエル兄さんもらっちゃった。いいね。ノエル兄さんはね、もう柔らかいのもらってるからね、たくさんもらってますよ。もうペロイド食べちゃうから。はい、ダイヤとアクアも合流して試食をもらいましたよ。ダイヤとアクアもね、さっきの硬い、ね、牛すじをもらったのでね、一生懸命ずっとこう噛んでおります。アクアも硬いのにはね、食べるの時間かかるのでね、結構時間かかってますよ。さあ、どんどん行きましょう。どんなお店があるかな。マミ持ってるわこれ。はい、ジュエさんね、まだ口の中に入ってるからマミーが持ってよかって言ったけど嫌だと言って、食べながら歩いております。カートを持ってくのをね、忘れちゃったんだよね今回ね。なのでちょっとカートの中にね、食べなくて。はい、こちらデビューママさんです。ジュエル覚えてんだよね、ちゃんと。あ、ここはこういう、はい、こちらね、なんか爪切りをやってくれるそうなので、お願いしました。ナイト君、それからノエル、ジュエルをお願いしたんですね。この3匹はね、アクアとダイヤに比べるとね、すぐ爪が伸びるのでね。もうナイト君はもうほんと大変なのね、爪切り。それに比べてこれ見て、もうノエル兄さんなんておとなしいの、お利口さんなの。ね、やりやすいよ。本当マミーでもできる。でもマミーもちょっとね、やっぱみんなの爪が黒いから、マミーがやるとね、血出しちゃうんだよね。で、ちょっと怖い、自分的には、マミー的には。なのでお願いしています。ジュエさんもね、ちょっと前足は嫌がるんだけど、でもね、ナイト君に比べたら、爪切りもね、やりやすいです。やっぱ伸びてますか。こう抱っこしてね、やってもらってますね、ジュエちゃんね。はい、爪も切ってもらったところで、またちょっとワンコ専用たこ焼き、マルシェの中を、歩いてみましょう。あ、すごい、これ写真撮るのかな。こんにちは。はい、今回はね、名古屋市内にある名城公園で行われたワンワンダーマルシェをお届けしました。あやチャンネルは元保護犬たちとの日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。 Thank you for watching. See you again. Bye.